いちごさけです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。フランスの方でね、結構ね、暴動の方がねすごくなっていて、実際にねこの火種となった彼なんですけども、その、ご家族様が、そういう風なことをするのはやめてくれっていう風なね、配信もされていましたが、どんどんすごくなっていて、まだパリの方には来てないんですけれども、まあ、どんどんね大きくなってきているっていう、まあ、内戦に近いような状態になっているんですよね。で、まあ暴徒化してるっていう感じなんですけれども、やっぱりこれがね、やっぱり宗教とかね、そういうのね、前もってやっぱりこう国としてね、やっぱりこう受け入れるんであれば、やっぱりこういう方針でいくよっていうのを最初にね、やっぱりこう理解してもらうっていうかね、例えば日本も受け入れるんであれば、日本っていう国はこうなんだから、こういう方向でいくから、それに合わせてくださいねみたいなところも必要なんじゃないかなと思いますよね。やっぱり宗教的価値観とかが違ってくると、ものの考え方が全然違ってきてしまったりとかするので、まあフランスの今後ね、ちょっとまあ心配だなっていうふうに思ってるんですけどね。まあちょっとね、簡単にね占ってみたいと思います。まあどこに、とにかくこうね、人が変われどもね、例えば同じ人間なんで、やっぱりこう双方ともに愛し合わなければいけないかなって、お互いを尊重しなければいけないかなと思うのと、やっぱりその異国に行った地においては、やっぱり異国の考え方とか異国のルールっていうのがあるので、その辺をね、私の国ではこうだったとかではなくて、やっぱり私の、やっぱりその異国に行ったら異国のルールに従わなければいけないかなっていうところもあるんですね。で、やっぱり私もちょっとグランドキャニオン行った時にですね、水めっちゃ高いんですよね、あそこ。なんかマクドナルドもめっちゃ高かったような気がしたな。うん、日本一高いとか言ってたな。あ、日本一じゃない、世界一高いって言ってたな。で、なんかね、料理がね、昼食が出たんですけど、なんか豆がいっぱいの、なんかわけのわからない料理、スープみたいな料理、なんかケチャップみたいな、なんかそんなのが出てきて、で、もう料理を出された瞬間に、ツアーに行ってたメンバーが席を立ったんですよ。何人か、男の人、日本人の男の人が。で、その時にね、やっぱりその地に来たからには、その地のものを食して、その地の文化っていうのは食も入ってるっていうふうに私は言ったんですね。そのね、味が気に入らなかったのかもしれないけど、その文化を知るには食を知ることも必要だよねみたいな感じで私が言ったら、戻ってきてくれて、その人たちが。で、一緒に食べてくれたんですよ。うん、そうだね、君の言うことは間違ってないねって言って、私よりも私の父ぐらいの年代の人たちだったんですよ。男の人だった、何人かね、男の人たち何人かだったんだけどね、やっぱりその地のものを食べるっていうことはその地の文化を知ることだからっていう風な形で納得していただいて、あ、うん、そうだねって言って一緒に食べたんですよ。まあ喧嘩にならなくてよかったなと思うんだけど、うん、まあね、だからちょっとね、やっぱりね、その地に行ったならその地のね文化をね、こうちゃんとね伝承していかなきゃいけないかなと思うんですよね。その地のその地のやり方っていうのがあるので、そこをねよく理解していかなければいけないかなと思うんですね。うん、やっぱりね、国が変われどもね、同じ人間なんで、みんなね、こうお互いにね、こう話し合ったりとかしたら通じるものも
あるのではないかと私は思いたいのですけどね。ね、なんか郷にいれば郷に従えだったかなんだっけ、分かんないけどさ、なんかあるよね。一号先何言ってんだとか言ってまた怒られちゃう。 で、ちょっとフランスのね、今回のことでね、方向性ですね。はい、かっこ、これは正義ですね。正義のカード、正義のカード、正位置なので、やっぱりこう双方ともに何が自分にとって正義なのかっていうことね。本当に公正、なんか不平等感があったんじゃないかな、彼らにとって。やっぱりこう、移民であるということに対して平等でないっていうふうな、やっぱり2世3世の人は虐げられるみたいなところが、どっかそういう感情の歪みみたいなものがあって、それを測って自分の判断で剣を実行したのではないかなと思いますね。気持ちが、これドレスのね、ベールの袖がこうふわふわふわっと風に流れているので、強さのうちにもやっぱりこの感情に流されるようなところもなんかあるんじゃないかな。このものすごい、これ強いカードなんですけども、自分の計りにかけてそれにそぐわないものは剣でっていうような強いものなんですけど、やはりちょっと感情的になったなってしまってるみたいなね、今回このベールの柔らかさからして感情的になってるような感じがしますよね。はい、これですね、現在、法王のリバースですね。やっぱり宗教的価値観の相違とかね、今現在、もう最初にあったことと全然違うことで破壊活動が起こられてるんですよね。まあちょっと意味ある意味ルール違反みたいなところもあるのではないかなと思います。間違ったね、こう思い込みね、この破壊することが正義と勘違いしているところもあるんじゃないでしょうかね。本当にそれが正しいことなのか、真に訴えたかったのは何なのかっていうことを自らが問う必要があるんではないでしょうか。これ宗教が逆になっちゃってるので、なんか宗教観のね、こういう思想の相違みたいなところもあるのではないかなと思います。最終結果、塔ですね。塔のリバース。なんかね、こう、すごく不吉なカードが出ましたけど、なんかすごく、嫌だな。衝撃的なことがね、やっぱり起きる可能性がありますよね、これは。本当につらい、つらいこと、破壊が進んでいく可能性がありますよね。本来であればね、収まってもらいたいところなんですけれども、いやもうちょっと、結構予期せぬ転換期がこれから起きる可能性があるかなと思うんですよ。その時のためにも、何かね、本当の身を守るための、術を持っていただきたいなと思います。いや怖いな、ちょっと怖いので、もう一個なんかちょっと、やっぱりこう、なんか日本人で、フランスの方に行かれてる方の YouTube 見ましたけれども、毎日バン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 爆発音がしてて、そしてそれ
で、雨戸も閉めて外出もできないみたいな感じの、声を上げてらっしゃいましたけれども、やっぱりこう被害何もない、ね、関係ない人がこう犠牲になるっていうのは良くないかなと思います。19番等ですね、やっぱりこう権力とかそういうところまで行く可能性がありますよね。過去にはね、フランス革命とかね、そういうふうなことがあったので、まあ結構、管理するっていうことで軍事力が動く可能性もあるかもしれないので、とにかく早めにこのね、暴動をね、収めていただきたいなと。管理されてしまうになってるんですよ、これ。上の支配からの管理という形になってるので、ちょっともう本当に関わってる方も早めにね、手を引いてね、いただけたらと思いますね。そういう暴力での行為、主張する方法は私は本当に嫌いなので、ぜひともそういうふうなところね、関係ないところがこう破壊されてるからね。ね、何も関係ないよね、自分たちの不満の矛先は違うよね、矛先はここだよねっていう感じね。だからね、もうちょっと、これね、もうすぐ、もう本当に犠牲になった少年のご家族様もやめてくださいっていうふうなご意見をされていましたので、ぜひともね、もう本当にこう早めにね、身を引いていただきたいと思いますね。何もね、暴力からは生まれないんですよ。北風をさ、ビュービュー吹いてもさ、コートをまとうだけでさ、何も変わらないんですよ。他責から何も生まれないっていうことなんですね。だから温かい気持ちでいれば、温かい言葉をかければ相手も聞いてくれるから、きちんとした対応で、やることによって世の中変えていくことはできると思うんですね。暴力からは何も生まれないので、やめていただけたらと思いますね。なんかこう管理するっていうカードですね、出てます。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いいたします。世界の人たちがみんなね、こう愛を持ってお互いに、尊重し合える時代が来ますことをお祈りいたします。